皆さんこんにちは、大樹です。またビデオが足りなくなって急遽、自撮りモードでやっております。はい、春の動画祭り楽しんでいただいているでしょうか。その間にも私いろんなところに出かけておりまして、Facebook 見てくださっている方ありがとうございます。先日は大阪の仲間に呼んでもらって大阪に行ってました。滞在時間13時間、やってることは飲みと飲みながらのコーチング、これだけでございますけれども、いろんな意味で、行きたくなります。一つは僕自身このビデオもそうですけども、本当に何か人の役に立ちたいと思って頑張ってるんですけど、実はコーチングを教えてるだけだと、もうなんか、こんな言い方フラチに聞こえたらごめんなさいね、楽ちんになってきてしまったというか、なんか別にそんなに大変な思いをしなくてもできるし、でみんな上手になるのが当たり前って感じになっちゃってるので、何かすごいこう人の役に立ててる感じに乏しいのかもしれないんですね。でなので、何か本当にこれいいことみんなに起こってるのとかっていろいろ思ってしまってですね。で、地方に行っては地元のコーチたちとかその周りにいる人の話を聞いたりとか、それからその人たちのことを応援させてもらったりしながら、あ、なんかやっぱり着々とコーチング、役に立ってるなとか、いいことが起こってるんだという経験をして、で自分にこう OK を出したりとか、またね、自分のコーチングを使ってくれたりとか、応援してくれてる人の力になりたいと思ってやってるんです。で今回大阪で、うちの卒業生のコーチ、それからあとその周りにいる人たち、いろんな人たちと会ってお話をさせてもらってきました。で嬉しいですね、本当に。僕の、10日間コーチングのね、マスタープログラムっていうのがあるんですけれども、それを見て、でうちのコーチのコーチングを受けて、でそれだけでね、それだけでって失礼ですけども、それをして、で、あるね、大阪の、大学の、野球部の、なんかこうマネージャーたちにコーチングをしながらね、そこをこう変えていこうとしてるみたいな方とお話をさせてもらったりとか、でいろいろね、その夢を持ちながら、うちの、卒業生のコーチングを受けながらチャレンジをしている人たちの話をいろいろと聞かせてもらいました。で嬉しいね、なんかコーチングで一番大切なのって、今日も実はクラス終わってから説明会やっててですね、そこで聞かれました。コーチングって技術よりも個人のあり方が大切なんですかと。どっちも大切だと思います。でただやっぱりね、コーチが本当に人のことを信じて応援したい、一緒にチャレンジしたいと思って関わっていくと、それが若いコーチでもキャリアいっぱいのコーチでもやっぱり相手に何らか貢献ができるんだと思います。でうちのスクールを出てですね、でやっぱり夢を持って、そしてしかも人のことを応援しながら自分の人生チャレンジしたいっていう人がこんなにもいろんなことを叶えてるんだなと感動しました。彦さんっていうね、すごく好きなコーチがいて、で彼女はうちのスクールに来た時からね、やっぱりずっとコーチとして頑張りたい、でスポーツが好きでアスリートのことを応援したいって言ってずっと頑張ってました。である時ね、僕にね、泣きながらね、彼女が言ってくれたことがあるの。私も自分がコーチングやれる気がしないしね、私はコーチとして失格だと思うと。でどうしたのって聞いたらね、言ってくれたの、もうとにかくいいものを習ったと思うし、絶対にアスリートのコーチングやりたいと思うから、だからね、アスリートの集まりに行ってきたんだと。で、もう結構なんかちゃんとした集まりで、いっぱい有名なアスリートがいたりして、で私はとにかくコーチング分かってもらいたい、使ってもらいたいと思うから、一生懸命それをね、訴えたんだと。で、こんなコーチングやっててこうでこうでって、でも私の話し方が下手だったのか、なんか魅力が通じなかったのか、とにかく全然相手にされなかったと。で私が傷つくんだったらいいと、でもなんかコーチングがとか、チームフローの仲間がもしかしたらチャンスを失ったかもしれないと思ったら、私はもうコーチングやれないって言ったんですよ。でもう何年も前だけどね。でその時僕は彼女に言ったのって、ありがとう、チャレンジしてくれてって言って、辛いと思うけど、でもぜひ道を切り開いてくださいってことです。誰もまだそこのね、スポーツの業界ではメンタルコーチングっていうのを使って何か選手を応援するってやっぱりやれてないんです。だから理解がないので、最初はみんな苦しいんです。うちの平本さんだって苦しかったんです。やれることがなかったから、とにかく手当たり次第どんなアスリートでもいいからってするしかなかったの。うちの陽さんもそうなんです。でその話をしながら、結局みんなそうやってフロンティアスピリットで、要は開拓されてないわけだから、夢を描いてそこを自分の力で開拓していく、そしたら開拓してて辛いことあるんですよ。
沖縄の、ね、離島が好きでね、そうするとね、やっぱりそこによって開拓の歴史があるわけで、自分の島が貧乏だったからそこでご飯が食べられないからみんな他の島に行く。でも最初は家族置いてくんですよ、みんな。なんでかって言ったら、もうマラリアだのなんだのいろいろあって、家族連れてってみんな死んじゃったらしょうがないから、お父さんが一人で行くわけで、みんなが住める場所を作ろうと思って開拓するので、台風が来たりなんだりいろんなことがあるけれども頑張る。でそうやってやって切り開かれたところに、実は私たちは今住んでるんですよ。どの町だってどの村だって、地球が始まった時からその状態じゃなかったんです。我々は夢を描いてそれを作ってきた。で何かスポーツ業界で何かやりたい、ビジネスで何かやりたいっていう時に、結局我々が内側に思いを持って、そしてそれに向かってチャレンジし続けなかったら、順風満帆じゃなくてもやり続けることで何かが生まれるんだっていうことです。で僕はそのことを伝えて、だから頑張ってくださいって、諦めないでくださいって、たくさんみんなのためにチャレンジして傷ついてくださいって、その分応援するからって、誰かが切り開かなかったら誰も続いてこないんだっていうことです。今回彦さんともまた会いました。で今まではなんか泣き言とか辛い時ばっかりだったけどって、今日は本当に報告したいことがあって来たんだって。ある、スポーツでですね、2年前かな、世界チャンピオンになったことがある、女性アスリートと今一緒にチャレンジしてるんだって、その後ちょっと、スランプに陥っちゃって、また今年でもね世界一になるんだって言って、本当に2人でチャレンジしてるって、諦めないで来てよかったって、今本当に幸せだって、で絶対に世界一取るんだって、こうキラキラしながら言ってくれるんですね。掴むんです、やり続けたら。震災の直後に福島から来てくれてた元武さんというコーチ仲間がいます。もう直後から何かしなきゃと思って被災地に入って、瓦礫の片付けやって、でももっと何か役に立ちたい、立てるはずだと思って、東京までわざわざメンタルのこと学びに来て、コーチング学んで、カウンセリング学んで、そして福島で、そして沿岸部で、ずっとボランティアとして入り続けてました。でもね大変だったんです。私たちも震災の直後ね入りましたよ、被災地に。だけどなかなかコーチングカウンセリングすらさせてもらえないわけだって。そうじゃないですか、どこの馬の骨とも分かんない人間が来てですね、させてくれるかって、なかなか大変なんです。でだから彼もずっとなかなかうまくいかない、うまくいかないがあって、でも何か学んだこと役立てたいって言って、命の電話みたいなところでボランティアをされたり、いろんなことしてたんです。でもいろんな人にとにかく役に立ちたいって言って、やれること何でもやろうって、岩手でコーチングを続けてたら、大学の関係者の人と出会って、で面白がってもらって、なんかちょっと手伝ってくれないってなって、沿岸部に聞き取り調査のね手伝いに行ったわけなんです。でところがね、聞き取り調査って言っても、我々のコーチングっていうのはこう聞き取ってるうちにだんだんコーチングになってきてしまいますから、いろんなことを引き出して、でそれを見て大学の人がね、あこれすごく面白いと、こんな風に本当に人の心の奥底にあるものを引き出したりとか、その人が変わっていくのを応援できるんだと、一緒にやってくださいって言われて、大学に今ポジションを得てですね、で、被災地に通いながらですね、そこで聞き取り調査をしながらカウンセリングをしてっていうことをチャレンジしてくれてる仲間がいます。でまだまだ被災地も傷ついてる人がいっぱいいるんです。家族が流されちゃったままね、で帰ってこないで、自分も苦しいけど、実は亡くなるって分かってたらもっと家族との時間大切にしたかったんだ。でそういうご家族に対して、その苦しい思いにも寄り添いながら、本当はどうしてあげたかって、そうだよねって、どんな気持ちだった、そういう気持ちだったんだよねって、それって本当に伝わってなかったのかな、そのご家族に。でその流されちゃったご家族の本当の気持ちに立ってみたら、ああそうかって、言い方厳しかったけどちゃんと伝わってたなとか、あ本当に兄弟家族つながってたんだっていう思いを持ってもらう。でもしそれが可能だったら、4年間苦しんできたことっていうのが少しだけ晴れていく。やっぱり生きて生き残ってるんだから、もっと本当に幸せに生きて、で亡くなった家族の分まで本当にチャレンジをするんだとか、自分の人生生きるんだって思える人がいるんです。そのことをやりたくて3年4年とチャレンジを続けてきた仲間が今大学でポジションを得て、それをやれてるんです。胸を張って、で諦めなかったらいつか道が続いていくんだっていうことです。
遠回りしても我々が諦めなかったらどっかで道が続くんじゃないかっていうことで、そのことをやっぱり卒業生と出会うたびに、コーチングをしてチャレンジをしている人の話を聞くたびに、そしてコーチングを受けながらチャレンジしているクライアントさんの話を聞くたびに痛感するんです。だから皆さんにお伝えしたい、諦めなかったら何らかの形で新しい現実が生まれると思います。で、僕もたまに勇気をくじかれるから、それを確認するために全国に行ってるわけです。ぜひ一緒にチャレンジしましょう。いろんな話をしましょう。そして新しい未来を一緒に作りたいと思います。またね。